おはようございます。ということで明日の死に行きます。今は時刻が3時44分。なんかもう糖質取ってないから寝れなくて、今日オフにしようかなと思ってたんやけど、今日行ったフォゴジムあるじゃないですか、あそこに足トレのマシンがめちゃめちゃあったの。いや、なんか足トレしたいなと思って、しかも足トレしたら結構糖質使うじゃないですか、だから結構食えるなと思ったし、足トレやっぱなんかあんま嫌いじゃないかも俺だからちょっと行ってこようかな、うん、でなんか体元気やからなんかもったいないなみたいな感じで、ちょっと朝早いんですけど行きたいと思います。トレーニング前なんでプロテインと買っておいたまんじゅう、これね1個ね80キロカロリーなの。これでちょっと糖質をぶち込んで、成田まんじゅう空港で買っちゃった。で発車します。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。うん、マジで最初にうまいわこれ。プロテインはね、筋トレ前の1時間ぐらい前に飲むと、筋トレ中の血中アミノ酸濃度が高くなるから、筋肉減らさずに一番いいトレーニングができると。35分ぐらいかかると。背びれで買ったこのまんじゅうも食べます。でもこれ1本100キロカロリーぐらいなんですよ。だから1本半ぐらい食べて、ちょうどエネルギー的にも多分時間的にも30分後でしょう、いいぐらいな。朝からスコットマジできつい、トロップセットしかも、あー、よ、追い込めたぜ。
ということでトレーニング終わりました。2時間ぐらいかな。いやマジで途中ちょっと吐きそうになったけど、なんとか頑張りました。いやあ、気持ちいいね。ね、沖縄いいね。まあまだまだだね、絞りはこっからだね。本当にそれがきついんだよなマジで。よし、じゃあ今日は結局オフのつもりだったのにオフじゃなくなったんですけど、これから楽しんでいきたいと思います。昨日のガパオライス持ち帰りさせてもらった。もうちょっと食べたけど、せっかくなんで朝食を見に行きます。食べれるかわかんないけど、雰囲気がめっちゃいいんだけど。これは食べれる。何、カリフラワーピカリリ。沖縄そばあるんだけど食いたい。正直これが一番食べたいかも。ビーフバーガー、これがね。あとこれ、高タンパク低脂質なダイエット飯。うまそうだよね、めちゃめちゃ。でこれさ、なんか白身でさ、メニューがあってありがたーと思って、油使わずにやってくれたんでめちゃめちゃありがたいです。でこれちょっと食べてみたい。ちょっと脂質高いから一かけらだけ。これなんか美味しそうな豆腐、名前忘れした。え、スイーツなんだけど。いや美味しい、この豆腐。ちょっと朝食を楽しみます。白米がやっぱうまい。うまっ。海に来ました。めちゃめちゃ綺麗なんだけど、めっちゃ怒ってる人いるんだけど。昨日から天気にマジで恵まれなくて、せっかく沖縄来たのにさ、一回も海入れてないので、もう今も超雨でしょ。大雨に変わったんだけど、やばい。なんでこんな降ってんの。もう誰もおらへんさ、マジで超絶恐怖の雨です。これ何してくれてんの。もう大変やってる感じじゃないけど、沖縄に来た海、めちゃめちゃ海楽しみにしてきてたのに。さあ、なんだこれは、なんだこれは。くっさー、くつらぐどころか、もう何これ。